じゃあ島の説明に行きますね。まず45度ぐらいで短めに払ったら、縦の長さとこの下の部分の長さがだいたい同じぐらいで、ここに火を書きますが、まあ、四角に近い感じでも、まあやや、縦長のイメージかな。でここを同じにして閉じてもらったら、ここの長さの、まあ、約2倍ぐらいで長く持っていきますが、ここの隙間は上よりも短くて狭くていいです。でここを長く持ってきたら、これよりも少し短めで、火のこの上の長さとだいたい同じぐらいで内側に入ってきたら抜いてください。そしたら今度は山を描きますが、この縦の半分ぐらいの長さをこの線の下あたりに持ってきますね。そしたらここの幅を一緒にするんですが、この右側がここよりもあまり出過ぎないところを、イメージしてこの線を持ってきます。少し右上がりに持っていって内側に入